こんにちは、ヒューズデンです。いつもどうもありがとうございます。本日も商品紹介いたしますので、よろしくお願いします。はい。僕、着ております、サニーエレメントの、スリーピングシャツの紹介です。僕で今、これ、L サイズを着用してます。175の、72キロで、これで L サイズを着用しております。はい。こんな感じ。横でこんな感じ。ここのカッティングが、結構、おすすめポイントでもあります。で、後ろこんな感じ。で、後ろ結構長いんですよね。はい。で、前こんな、あ、横こんな感じで、横こんな感じ。で、前は、前も、後ろが結構長いんで、前短そうに見えるんですけど、前も結構あります。ベルトの位置からだいたい15センチぐらい下の位置になってます。で、雪もちょっと長めになってます。で、ここ、背中、見えますか？当たってるかな？ヤザーたっぷり入ってるんですけども、実はこれすごく均等に綺麗にヤザー入ってます。はい。かなり丁寧な仕事になっております。はい。で、これでサイズ、L サイズですね。で、袖もこのぐらいの長さになります。ですので、まあちょっとね、まくっていただいてもいいかなと思います。はい。で、ですね、採寸、オンラインストアの方で、採寸見ていただくと、ちょっと、数字だけ見るとちょっとゆったり作ってあるので、ご質問が結構、多いです。身長を教えていただいたりとか、体重を教えていただいて、自分は一体どのサイズを選んだらいいのかということで、お客様からご質問いただいております。で、まあ、ちょっといろいろと、アドバイスはその都度させていただいて、お客様によって、アドバイスはさせていただいてるんですけども、まあ、こんな感じで来てもいいかなと思います。はい。ということで、僕、ちょっと今、M サイズも着てみますので、少しお待ちください。はい。では、こちらでサイズ、M サイズになります。結構これで L って言われても違和感ないぐらいたっぷり作ってあります。はい。ですので、そうですね、シルエットで選んでいただいていいかなと思うんですよね。で、僕で175センチの、72キロで、まあ、それでも結構たっぷり着れますし、雪もちょっとそこそこあります。で、僕は個人的には今回これも L サイズを着用しております。はい。まあ、M でも全然これで L って言われてもわからないぐらいですね。で、まあ、先ほどもお伝えしましたが、やっぱりここの前に対して後ろのこの長さ、この感じがかなりおすすめです。はい。なんか一見写真で見るとあんまりこう良さが伝わってなかったかと思うんですけども、こんな感じですね。はい。背中も結構たっぷりとこうなっております。はい。ということで、本日は、サニーエレメントと、スリーピングシャツの、クリームですね。クリームカラーの方のご紹介でした。ブラックはまた、ブラックでまた、ご紹介しますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。はい。では、どうぞよろしくお願いいたします。オンラインストアでもご購入いただけます。はい、ありがとうございます。